カンピオーネは、タケツ付城による日本のライトノベル。イラストは、シコルスキー、ブンブンが担当。主営者、スーパーダッシュ文庫より、2008年5月から2014年9月まで、刊行された。その後、その後継レーベルであるダッシュ X 文庫から続編が2015年4月から2017年11月まで、刊行され、本編は21巻で完結。 登場人物の一部は自作、新域のカンピオーネスにも登場しており、2019年4月には、両作のつながりを描く EX が刊行される。さらに、新域のカンピオーネスの直接的な続編で、両作の主人公らが登場する、ロードオブレルムズが2020年6月から発表されている。電子書籍アワード2013のライトノベル部門において第1位を獲得。 2017年11月時点でシリーズ累計発行部数は140万部を突破している。坂本二郎による漫画家作品がスーパーダッシュゴー。2011年12月号から2013年6月号にかけて原作2巻までの内容が連載された。また、2011年12月17日に行われたジャンプフェスタにてテレビアニメ化が発表され、 2012年7月から9月にかけて放送された。この世界には神殺しと呼ばれる者がいる。神話に抗い地上に最悪をもたらす神、末路わぬ神を殺し、剣能と呼ばれる神秘の力を奪った者たち。彼らはカンピオーネと呼ばれ、魔術師の王、魔王として君臨し、神々や同類と戦う。日本に生まれた七人目の王、 草薙五道は一人の高校生として平穏な日常を望んでいた。だが、彼を神殺しに誘った運命がそれを許すはずもなく、五道は自らを慕う少女たち、エリカ、ユーリ、リリアナ、エナと共に日本のみならず海外でも、末路ある神々や他のカンピオーネと戦い続ける、羽目になる。そんな日々の中、五道は、 複数の神殺しが誕生した時に、地上へ権限し神殺したちを殲滅するという最後の王と呼ばれる最強の軍神が、千年前から日本に眠っていることを知る。王を復活させようと日本に襲来する神祖、グイネビアや神々を退けていた古道だったが、ある事件で千五百年前の過去へ飛ばされた時に、王本人と対面することになる。なんとか事件を解決し、 現代へ帰還したものの、本格的に動き始めた敗下たちによって、最後の王が時を経て、ついに復活してしまう。神殺しの数に応じて力を増す王を、五道は隠された名を解き明かし、かろうじて退けたのだが、その能力を封じるために今度は、カンピオーネ同士が数を減らすべく殺し合う、魔王内戦が勃発する。過去の神殺しイタリア尺道黒十字聖道黒十字。 その他のイタリア人日本政治編参員会頃、その他の日本人、イギリス県人議会用立交渉をアメリカその他の、地域古代ヨーロッパの人物19世紀半ばの、人物ヒューペルボレア円卓の都市者の都会用の、都群狼の天幕協楽の都探作者のギルド影、老いの森藩運命教団その他の、存在運命執行機関権能神が持つ、神を神かたら占める力。 もしくはカンピオーネが神を殺して手に入れた聖なる力のこと。ここでは後者を説明する。神具三脱の円換の効果により、神々がいくつも持つ剣能の中から一つがランダムで選ばれ、さらにそれが神殺しの気質や技能を反映する形で変化する。そのため、三脱した力がどのようなものになるかは出たとこ勝負で、中には一見すると殺した神とは、 無関係に見えるものもある。非常に強大な力であり、使っている本人でも範囲や威力の上限が分かっていない場合がある。発言の仕方にはかなりの幅があり、戦闘用に限っても単純に身体能力を上げるものから超自然的な現象を引き起こすもの、神珠の使役、配下の強化、条件付きで神そのものを権限させるものなど様々。 強力な戦闘用の剣能には、都市一つを一撃で破壊し得る威力のものもある。いわゆる、第一の剣能は、特にフレキシブルかつ大雑把なものになるため、応用を効かせやすい場合が多く、場合によっては一柱の神から散脱した剣能で、ありながら、複数の発動形態をとる。ただ、多形態の系統はかなり珍しい上、同時に何らかの制限がかかる。逆に、 三神一体の神々や兄弟神など、複数の神をやめて一つの剣能を散脱する場合も存在する。戦闘でしか剣能は磨かれないため訓練は無意味であるとされ、なおかつ行使するには荒ぶる魂が必要なので、ある程度の緊張感などがほぼ必須である。ただし、時に戦闘に直接使用できない戦略的、呪術的、儀式的な力が発現する場合もあり、 意外にも所有する、剣能すべてが、戦闘向きのものは少ない。向上的に発動したり、日常生活で、行使可能な剣能もある。剣能の名称は、カンピオーネ当人が頓着しない場合が多いため、そのほとんどを剣人議会の魔術師たちが名付けている。また、新世代の面々が持つ剣能については散脱した、神からその能力の詳細に至るまでわかっていることが、多いが、 旧世代の剣能については、調査が及ばずよくわからないものがほとんど。基本的に所有する剣能の数が減ることはないが、特殊な状況で減少する場合がある。作中では死亡した母版が復活するときに剣能をいくつか失い、5度もランスロットとの合意の上で剣能を手放している。以下に作中に登場した主な剣能を挙げる。 草薙守堂の剣王、サルバトーレドニの剣王、サーシャデアンスタール・ボバンの剣王、ラスイレンの剣王、ジョンプルート・スミスの剣王、アレクサンドル・ガスコインの剣王、アイーシャの剣王、ウルディンの剣王、ロク・ハラバスの剣王、テオドリックの剣王、神ン神の武器、あるいは、天井の英知や、聖なる呪術の法則を刻みつけた、魔道書のようなもの、新法とも呼ばれる。 外見上は物質であるが、神や神秘をおネでも、完全には破壊できない、不休不滅の品も珍しくない。神に関連した道具が多いため、これが引き金となり祀ろうわぬ神が将来するといったことも多く、学術や資料、儀式的にも高い価値があるため非常に扱いが難しい。格の高いものの場合、意志を持ち会話する能力を持つこともある。 術、技能組織作品終盤で明言された概念。作品の舞台となる世界とは異なる時間軸にある、3000を超える、未知の異世界のことを指す。別名3000世界。また、異なる歴史を歩んだ世界が数え切れないほど、並行して存在しているという世界のあり方のことを、多元世界という。講義では、パラレルワールド以外の神話世界やアストラル界、 時空の特異点なども異世界に含まれる。この世界は、地の万人が修正に失敗した場合、あるいは万人が不在だった時代に、いわゆるタイムパラドックスによって新しく分岐が生じることが原因で誕生する。故に、修正力が正常に働いていれば、パラレルワールドもタイムパラドックスも発生せず、当代の万人は、勤勉なので1800年間はこの世界で新たな。 平行世界は生まれていないとされる。世界ごとに様子も様々で、魔王として神殺し、妖魔、悪鬼、魔人などが君臨している世界があるのに対し、一柱の神も存在していない世界も少なくはないとされている。平行世界を移動する剣能は過去や異界にわたる剣能以上に希少。初めて確認されたのは愛医者の妖精教の通路だが、 旅立つだけでも、妖精王の協力が必要な上に帰ってくることが難しいという厳しい条件がついている。最も単純な方法は、呼んでもらうことで、旧姓の勇者としての運命を持つ者がこれを使う。その他、転移の術で異世界への道を作る、秘密の場所に隠されたゲートをくぐる、剣能を使って転移するなどの方法が存在する。魔王内戦で、 カンピオーネたちが様々な世界へ移動したことがきっかけでいくつもの平行世界に世界の危機をもたらしてしまう。その影響で元凶となった古道たちの世界へと救援要請が次々届くようになったため、運命神の剣能の一部を受け継ぎ救世主となった古道が次元間移動をして平行世界の問題に対処することになる。禁断の王国神話世界ヒューペルゴレアに現れた。 地球出身者が、カズ詰諸島に打ち立てた複数のと、命名はアレクサンドル。リアルシムシティの結果、神話世界の文明レベルを大きく逸脱した都市国家軍となっている。カン官票をね。末路はぬ神々と神殺しの魔王のタイトルで、2012年7月から9月にかけて、東京 MX、サンテレビ、テレビ愛知、BS11、ATX にて放送された。 ナレーションは、立木文彦。東京 MX での放送時に限り、原作者の竹月城による解説が、ツイッター上で行われていた。2012年9月26日から2013年3月27日まで、BD 初回限定版、通常版、DVD 初回限定版、通常版の4種類で発売された。ラジオ、カンピオーネ、ヒカサ、ヒダカワ・マツロワズは、 2012年6月21日から10月11日まで、響きラジオステーションで、各週木曜日に配信されていたラジオ番組、パーソナリティは、ヒカサ子、日高里ダカンピオネ、松ツロワルカと神殺しの魔王に関するカテゴリー、ありがとうございます。